どうも、危険で寒い寒い、超雨降ってる朝から。くーちゃんの朝散歩も終わりまして、作業をしていきたいと思います。トラックちゃんですね。ちょっと今日はね、下回りのね、ちょっと一回潜りますかね、潜りましょう。今潜ってますけど、ちょっと身動きがうまく取れないな。オーナー様の言ってるのはこういうまだ残っていくとこですね。ハケが入りきらないようなとこ、手塗りでやってるもんでね。それとかこういう細かい残りの部分だと思うんだよね、言ってんのは。その辺をちょっとやんないと。あれ、これなんだ、ガソリン漏れてない？そう、これか。一回ちょっと、お前様こういうのもやっといていいですよね。よいしょ。これ燃料タンクのとこのガソリンね、こういってるんですけど、ここまでは作り変えたんだけど、ここから燃料持ってますね。ここめくらになってるけど一箇所で、前も言ったんだけど、これこれ売ってるんですよ、正直ね。売ってるんですけど、ここのね、ここがガソリンタンクの中にこうズボって刺さって、こうネジで止まるようになってるんですけど、これ下手に取っちゃうとね、そっちが破損しちゃう場合があるんですよね。まあ結局ネジ山なんで、タンクがとこいつがもう古いとね、やっぱりだもんで、下手にこれは取らない方がいいと思うんですけど、もしこれ取る場合は一回タンクを下ろして、きっちり全ての補修を済ませなきゃならないんですよね。もともとオリジナルのタンクで、オーナー様がそれ色塗ってきてるんですよね。でもここ見るとわかるけど、こうほら、残ってる燃料がちょっとこう入ってたのかな。それがこうやっぱね、ここがダメになっちゃってて、ちょっとここだけ外してね、綺麗にしてちょっとやってみるかな。ここね、シール巻いてもね、絶対にね、ダメな時はにじんで漏れてくるんですよね。ガソリンってね、すごい強いもんで。まあまあ、それもついでにやっときましょう。で、あとこういうのでしょ、こういう残ってるとこですよね。こういうふうに塗り切れてないようなところ、中の奥の奥まではちょっとね、いけるかどうかわかんないけど、やれるだけやってみよう。で、これはもう取っちゃっていいですね。これはいらないね。もう元々のマフラーがくっついてたやつ。この奥の奥とかね、やりきれるかな。やれるだけちょっとやってみます。はい。あとはどこだ、残ってるの、塗り切れてないのは。ここか、こっちか。こっちですね。こっちですね。痛い、引っかかってて。痛い。こういうとこですね。ちょっとやれるだけやってみます。サビもね、100% 落としきれるかつって言ったらちょっと厳しいけど、なるだけ落として、塗ってってみます。よし、ちょっと、あれ、どうやって出よう。マジか。では、必要なものを用意しといて、潜っていきます。まず最初に燃料の漏れてるとこ。漏れてるっていうね、滲んでるとこね、あそこを外して、お掃除しましょう。とりあえず行ってきます。はい、取れました。まあ、結局ここがドレンですね。はい。で、こっちは、こっちもドレンに似てるんですけど、ここに穴が開いてなくて、燃料止めるやつですね、これが。で、今閉まってる状態。こうやって。で、燃料入れたらね、これ開けてあげれば、こういう風に燃料がいく。なんで、ちょっとここは、このまま
ちょっとね、まあ中身はほとんど入ってないんだけど、こう、ね、なんつって言ったらいいかな。ここにやっぱ溜まってくるじゃないですか。うん、揮発してるようなやつとかがね。で、やっぱここが漏れてる、漏れる。このままにしといたら絶対漏れると思うんですよ。こうなるんで。なんでちょっと乾燥させて、開けたまんまにして開放して乾燥させて、で、お掃除をこっち、これね、これして、で、なんだっけ、巻いて、ただシールとかだとね、まあシール巻いてみるけど、ガソリンとか、にシール巻いてもダメかもしんないな。ロックタイトみたいなのもあるから、そういうのでやってもいいかもね。あと、ここが漏れなきゃいけんね。ここが滲んだり。意外にね、滲んできたり。燃料が今入ってない状態だからわかんないけどね。うん。で、オーナーさんもこれタンクね、ご自分で下ろして色塗った時に、これも交換しといてもらえばよかったなぁ。言っといて。多分一回外してると思うんですよ。外さないとタンク抜けないんでね。外してると思うんだけど、これ古い、オリジナルの古いタンクにオリジナルの部分だと、一回外してつけちゃうとね、どうしてもこっち側から持ってくる場合があるんですよね。うん。こっち側から持る場合があるんだ。今ガソリン入ってないからわかんないでしょ。入れてみないとわかんないんだけどね。まあそうなったらそうなったで、またなんとかするしかないですけどね。漏れる気がするなぁ、俺。やっぱ今まで何台かトラックこれやったけど、全部漏れたんだよなぁ。オリジナルのままだとね。まあいいや、それはちょっとね、後で。まだまだ先のことなんでね、燃料入れんのは。その時に。うん。まあ、とにかくやってます。それじゃあちょっとこのマフラーハンガーくっついてるやつ外して、ちょっと錆、転換剤を塗るところを、ある程度錆を落として、よいしょ、ちょっとここにいる状態、こういう状態のままやっていきます。ちょっと外しますね。苦しい。外しました。塗料がちょっとあれだね。じゃあここ慣らしてまた錆転換剤塗っておきますね。これ奥の奥まではちょっと無理かな、届かないんだよな、ハケとかが。まあ、やれるだけやりますけどね。どうするか。じゃあちょっとこの中からやっていくかね。よし、ではちょっと待って、今身動きが取れない。よし、ちょっと錆を手作業で落としていきます。 100% 完璧には落ちないですけどね、落とせるだけ落とします。んで中の中はさっきも言ったけどちょっと厳しいので、オーナー様、やれるだけやります。はい、やれるだけやります。まあでもね、あんまり下回りには最初こだわっていないって言ってたので、黒くなってりゃいいっていう風に言ってたので、まあちょっと頑張ってやってみます。180番で落としていきます。よし、電話、もしもし、あれ、もしもし、あれ、まあいいや、そのうちかかってくるでしょ。ちょっと待って、先輩、ではちょっとやっていきます。今苦しい。ちょっとやっていきます。はい。はい、もしもし。よいしょ。よいしょ。痛い。はい。はい、戻ってきました。なんか取材の話ですね。お断りしちゃいました。めんどくせえ。よし、
あ、くそ、やりにくいな。筆塗りっていうのがちょっとな。もう、え、女様、ここのことを言ってたと思うんですが、あのボディの一応前から後ろまで行っときました。ちょっとね、入りきらないとこもあるんで、あ、ここ、あそこちょっと塗り忘れてるな。入りきらないとこもあるんで、やれるだけちょっとやっときますけど、奥の奥まではちょっと無理だな。これはしょうがないですな。やれるだけやりましたけどね、あの一番奥とかも、こっちも、よいしょ。ちょっと待って。あ、やれるだけやったけど、やれるだけやってみます、まだ。今こっちが終わったんで、ちょっと待って、ちょっと待って、逆さでやってるか。反対側。あ、反対側もやります。そうそう、それと視聴者様で、あのいつもアドバイスをいただける、なんだっけ、いや、山西焼きそばさんと立花様が、あのちょっとおっしゃったんですけど、ホーン昨日つけましたよね。うん、でホーンのこのなんていう、口の方は下に向けるんじゃないんですかっていうふうに、あの書いてくれたんですけど、うん、まあ、あの水が入ったものが抜けるようにね、うん、そうなんですけどね。ただその場合は、その場合というか、大概がホーンってこの辺になるべくちょっと上の方についてますよね、うん、それで下向けてあると思うんですけど、今回ね、このオーナー様が指定した位置がここなんですよ。うん、本当に車の下の下。なんで、ちょっと上を向けたんですね。うん。なんでかっていうと、これもし下向けてたら、もし雨の日なんかダーって走ってたら、シャワーで水当ててるような状態になっちゃうんじゃないかなって思って、それだったら、上を向けて入らないように、まあ、しようかなって上を向けたんですけど、やっぱ下向けた方がいいのかな。言われるとちょっと悩むね。まあ簡単ですけどね、ここ一個のボルトで上向かしてるステがね、繋がってるんで、反対にすればいいだけなんですけど、いやーどうしよう、まあ、なんだろう、雨の日を選んで走るわけではないとは思うんですよね、オーナー様も。うん、で、まあ、仮に走ってる時雨降ってきちゃったりしたら、なるべく入らないようにしようかなって思って上向けたんだけど、やっぱ下向けた方がいいですかね。悩むなぁ。よいしょ、いつもアドバイスくれる方たちなんでね、そういう方たちの方がやっぱ信憑性はあるような気もするんだけど。まあでもね、これがもし上の方についてんだったら下向かせんだけどな。ここだからね、いくら上向かしたって入るときは入っちゃうかな、やっぱ。そうだよな、上向かしておくと、もし入っちゃったら抜けないもんね、水が。悩む、まあいいや、まだね、すぐ終わるわけではないので考えましょう。また、いや、アドバイスいつもありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。
そ、早めに行け。一応あなた様、こちら側もなんとか行けましたね。これ見えねえかな。見えねえな。見えねえ。あ、この加工するの忘れてた。なんとか塗りました。ちょっと本当にね、細かい残っちゃってるところもあるかもしれないけど、手が入んないから、入るとこは映んねえか。とりあえず全部やっときました。よし。さて、それではステアリング、ちょっとね、ステアリングも到着してるんですけど、オーナー様が持ってきたやつ、こうやってつけちゃうとちょっと邪魔になる。邪魔にはなんないか。とりあえずステアリングのボスからちょっとつけちゃいましょう。ほんとこれね、あそこのあのやつもクローム上がってきてるので、これもつけちゃいます。やっていきます。そうだ、それとこれをつけといてくれって言われたんだっけな。これシートレールのところにこうはまさるやつね。なんでシート一回取りましょう。まあ、とりあえずシートを外すことができたので、先にこっちからやるか。はい、着きました。おお、ピカピカですね。まあ、クロームする前はピカピカでしたけどね、オーナー様が一生懸命磨いたので。よし、ちょっと外へ表へ出よう一回。さて、これなんだけど、これどこにくっついてたんだ。どこにくっついてたの、これ。さて、痛い、腰痛い。これじゃないの、ついてるって。こうして右と左の、これもついてるしな。はて、どこでしょう、これは。どこへくっついていたんでしょう。ぽい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 っと。意識して見たことねえな、そういや。これとこれがこう、はまってただか。そうだよね、向こうで。長さ的にそんな感じだよな。
そう、こっちが動いちゃうからバネで押さえてあるんだよな、多分。こう。わかんねえ。ここが、ここにつけ、つけついてたのか。向こうにも穴開いてるな、でも。つくとしたらここだと思うんだよね。そんなに引っ張れないよ、こんなゴム。やばね。多分だけど、こことどっか、レールのどっかだよな。違うだか。まあいい。今は、わからない。ああ、腰が！わからないものはわかんないよ。まあいいや、ステアリングボスつけよう。はいはい。新品。高かったですよ、オーナー様。まあまあするんだね、これって。とりあえず、アストロちゃんにもこれと同じやつくっついてるけど、そんなに高いんだね。まあ高いって言ってもね、2万ちょっとですけど。まあまあ済んだなって思って。これと、ちょっと置いて、まずこの方の配線から、このネジだからと、よいしょ。こう入って、この引っ掛けが、ちょっと待てよ。こっちがホーンの方に入って、ここでクリって止まるから。よいしょよいしょ。ちょっと待ってね。よし。クリだよな。うん。で、ちょっと取って。さて、問題はね、これ。言われたんですけど、ここのギザギザがここに合えばなんとかなるんだけど、これがもし合わなかった場合はどうしましょうかって話になっちゃうんだよね。うん。だから怖いけどちょっとやってみよう。お願いよ、会ってちょうだいよ。これしかないそうなんですよ。よし、おお、いいよ、あったよ、なんとか、よかった。ふんふんふふん、おお、ビカビカ、ビカビカ、ビカビカだよ、綺麗なのはいいね。ちょっと待って、今ベタベタ触っちゃったから綺麗にします。よし。で、ちょっとステアリング合わせてみようか。で、これがオーナー様が持っていたステアリングだ。ちょっと汚れちゃうと嫌なんで、よいしょ、芋虫にしてきました。これ、えり、これ一番上もこうだな。こうなるわけだね。かっこいいじゃん。で、ホームボタンも入ってるよね。入ってるよね。あ、ネジも入ってる。ホームボタン、これそうだよな。ちょっと待って、軽く止めてみるか、軽く。ねえ。うわ、ネジいっぱいだ。僕はちょっとね、アストロちゃんはね、ステアリングを、なんだっけ、フォードちゃんみたいな、ウッドのやつに変えたいんですよ。うん。よいしょ、高いんだな、でも、こういう形の木のやつって。よいしょ。この間ヤフーオークションで1個ね、見つけたんだけどな。
2万円近くするからね、すごい躊躇してるんだ。ちょっと待って。いいよ。で、ホームのボタンが、これと。わお、すげえ。あれ？なこれ。マイナス落ちよね。2つ入ってるんですけど、こんななってるんですけど、説明書、説明書ちゃんと入ってんだね。英語で読めないあ、ここにつけるのか。プラスはこっちにつけて、プラスをこっちへつけて、でこのマイナスちゃんはつけるとこないけど、説明書と違うんだけど、ほら、こっちへ来て、グラウンドザブルーワイヤー、あ、セルフ、あ、てめえ穴開けてつけるってことか。ここに穴開けてつけるみたいですね、てめえで。マジか。これはここでいいみたい。こっちか。これはここにこうついて、向き的にこうだな。ちょっと待って、はめないけど、ここにこうついて、で、これはここに、てめえで穴開けてつけなさいって書いてありますね。そういうことか。まだつけないで。つけないでちょっと入れるだけ入れよう。いやー、さすがアメリカ製品、自分で頑張りなさいよってことね。いやだ、もうそういうこうなるわけですか。おほほ、超かっこいいじゃん。ここがね、革張りだもんでね、汚れちゃうのが嫌なんで、ちょっと巻きっぱなしにしときますね、オーナー様。ほほー。すごいね、ピカピカだね。